キャッチイコール22は、ジョセフ・ヘラーが1961年に発表した小説。堂々巡りの状況での戦争を、混乱した時間軸の中幻想ともユーモアともつかない、独特の筆致で描いた、戦記風の物語。狂気の戦争、戦争の狂気を描いた作品として、しばしば、MASH や、虚構戦団と、被される。兄弟の、キャッチは、完成、十二は、 軍旗第22項の意味。1970年に映画化された。舞台は、第二次世界大戦中のイタリアの、とある小島ピアノーザ島。アメリカ空軍爆撃隊に所属している、主人公ヨッサリアンは、狂っている将校と狂っている同輩、そして自らの狂気に怯えている。ひたすらに死を恐れ上官の暗殺を企てるパイロット、 ただ他者の足を引っ張ることしか考えていない将軍。卵を7セントで仕入れて5セントで販売する。食堂担当者、墜落した飛行機の搭乗名簿に乗っていたばかりに死人として扱われる軍医などに囲まれる主人公は一刻も早い除隊を求め、日々ドイツ軍陣地に爆撃を繰り返すものの、除隊に要求される爆撃回数は到達の度に増えていく。 発表以降、本作のタイトルは英語で、ジレンマ、板挟み、問題解決を阻む状況や規則、落とし穴を指すスラングとして定着した。これは本小説全体のムードと合わせ、特に作中の軍機22項の運用から来ている。キャッチ22のタイトルで1970年に公開された。監督はマイク・ニコルズ、脚本はバック・ヘンリー、主演は アラン・アーキン。マーティン・バルサムや、リチャード・ベンジャミンが脇役を固めているほか、フォークソングユニットとして、著名なサイモンガーファンクルのアートガーファンクルが、重要な役で出演したことでも話題になった。撮影はメキシコで行われ、舞台となる基地の建物などもすべて新たに建設された。ありがとうございます。